イーライ・ハー・シェル・ブラックはアメリカ合衆国の俳優。映画、テレビ、舞台俳優として、また、西部劇俳優として評価が高い。ニューヨーク市ブルックリンの東洋ユダヤ系の家庭に生まれる。両親はキャンディストアを経営していた。テキサス大学オースティン校卒業。ニューヨーク市立大学シティカレッジで修士号を取得した。修士号を取得するほどの高学歴にもかかわらず。 俳優を目指して、ネイバーフットプレイハウスで演技を学ぶ。ブロードウェイなどの舞台に立ち、1951年には、トニー賞を受賞するなど舞台俳優として活躍。1947年には、リー・ストラスバーグと共にアクターズ・スタジオに参加。1956年に、エリア・火山のベビードールで映画デビュー。ジョン・スタージェスの、荒野の七人や、セルジオ・レオーネの俗、族。 夕日のガンマン、地獄のケツトなどの西部劇で悪役を演じた。1967年に、ポピーズ・アー・オルソー・フラワーズで、エミー賞助演男優賞を受賞した。その後も、性格俳優、名脇役として、荒野の三悪党や、ゴッド・ファーザー・パート3、ウォール・ストリートなどに、晩年に至るまで出演した。2014年6月24日に死去した。98歳没。打つ。 2005年に、自伝、ザグッド、ザバッド,ドメ、インマイアネクド提ー示ーを出版している。ありがとうございます。